この実況を見るときは部屋を暗くして画面に近づいてみてくれよな。というわけで皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました K の大冒険です。というわけで、はい、じゃじゃーん、じゃじゃーんからの、おーロード、さすがやること違うね、素晴らしい荒ぶってる荒ぶってるはい、というわけでね、今回はスイーツと、まあスイーツ、まあね、まあ俺が言うには98って呼んでるんだけど、まあ一応スイーツという方と邪菌、あとサラと、あとロードが来ていますね。すごいのじゃねえんだよ、あのな、俺あのインフルエンザからね治りたてでね、あんまり喉もう言わんこっちゃね。あれ、それ誰やって、それ誰やって、それどこやったお姉さんじらさないで、お姉さん頼む、あの喉が疲れてるんだよ咳をしすぎて喉が疲れてるんだよ。98邪魔するんじゃない、ロードさあ私に愛の手を差し伸べるんだ、頼むお願いだ。この実況続けるの結構辛いんだ、おいこら貴様誰宛てなんだそれはよこせジャキーン、ありがとうございます。あー毎回これだよ無給じゃねえんだよお前バカ野郎で、残りこのね、上で元気よく一人で踊っている寂しいこの方あれアバター交換押す三角ボタンができない、ラディオを押している、仕方がない、ポチッとな。はい、というわけでね、まあジャキーンはね、確かに一回やってしまえばね、まあもうお手元にあるのでね、する必要はないんですけれどもね。まあそしてですね、今回なんだっけ、結構前々から言っていた僕のコントローラーが、僕のコントローラーの件についてね、一つメインのコントローラーが壊れてしまい、その前にね、黒色のコントローラーがあったんだよ。シューはもらった。俺の愛ももらっちゃっていいんだよ。で、プレフォーについてくる黒色のコントローラーとかあったんだけど、なんだっけ、グラセフの実況やってる時に、もうイライラしすぎてコントローラーを握りつぶしてバキバキ鳴らしちゃったのね。で、そのせいで、黒色のコントローラーがちょっと、中身がぺしゃんこになってしまって、で、使い物にならなくなり、お、行くか、久々に行くか、それでは皆さん、いや、ローさんの衣装に声が痛いぜ、ベイベーつらっ、辛いな、喉、今の声出すの結構辛いんだね、こんなに喉に負荷がかかるもんなんだね。俺よくいつも声出してたな、痛ーい、ありがとう、しかも状態がしてる、素晴らしい、痛ーい、ごめんごめん、そしてありがとう今すぐバスを渡すからね、ちょっと待っててね。ああ、バカじゃない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 、今から君に僕はバスをあげたいんだ、よし、これであげられる、よし、おお、ブレードが目指して、ゴッドフィンガーやっちまったぜすまない、いてえ、ごめんな、ごめんな、俺の回復が間に合わなかった、上にファンネル用意してたのに四角をしてしまった、すまない、すまない、本当にすまない、俺の PS のなさがここに出てしまった。なんで味方が死にそうな時に限ってゴッドフィンがぶっかけようとするんだ俺は。ほっ、あれ俺火だった、まったこれ50なくね、おっサンキュー、おお、しかも、あ、武器があれだからか、空速度がめちゃくちゃ遅い、ビューフー、どっちやってんねん、ほいサンキュー、ほいほい、避ける、当てる、てっ、よーし、いいぞてか思ったより喉痛えな一応ね、インフルは治ったんですよ。バカじゃねえの、大丈夫、ロードがかけてやる、うん、
背中預けられるっていいね。なんかボロボロ、それは気のせいだ。うん、ボロボロになってまだ使える。ほっ、何やってんだ俺は。まあよかった、バースが保てた。おいしょ、どっこいしょ、ほいほいほい、ほっ、こっち見てー、お手手ちょうだい。あー違う、よし。で、そのコントローラーの話に戻ろうか。クルーロのコントローラー、最初から PS4 に入っているあれは、握りつぶしてバキバキになってます。イライラするとさ、コントローラーギュッて握っちゃうじゃん。で、ギュッてやりすぎて、なんかバキバキってなんかメキ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 ずっと言ってたんだけど、グーってやったら、バキってなっちゃって。コントローラーがぶっ壊れた、うん、で、2個目のコントローラーを使いすぎだね。よいしょ青色買ったんだけど、お手手お手手お手手、当たってない、一発しか当たってない。で、その2つ目の青色のメインのコントローラーがですね、使いすぎでスティックと R2 ボタンがぶっ壊れるという事態になりまして、で、新しく買ったね、安物の4000円のコントローラーがあまりにも使えないということで、いや、行くぜ。それではロード、うわーやべえ、気づかれてる、うん、くらえ、あ、俺が食らった、やばいぞこれ、やばいぞ、ロード2分の1だったな今のは。俺だったら俺も死んでたからな、うわー溜めるんじゃねえんかよそこ、今のは二択だったあ、救援早っありがとう、さすがだな、助けてー、助けてー、バカ野郎ちくしょう、てか俺も死ぬとは思ってなかったから。おーやべー、おいおい、ありがとう、おいしょ、ほいほい、手手当たんねえな、おし、きた、どっこいしょ、なんだ選手交代か、おお、なんか交代してんな、いつの間にか、しかもなんか向こうは点滅してっぞ、おいしょ、おいしょ、手、あー当たらない、痛い、やばい、しびれてる、あっと、おお素晴らしい、いいね、いいよいいよ、よし、なんだ今の変な笑い声は、呪いかかってたよ今、ほっ、痛い、なんでここ当たるの、よかったそっち行ってくれた、ありがとう、休業時溜まったってことでやりますか、ふい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 、あははははは、黙らないなこのクセ野郎が、おれヒヒヒのヒーだ、ごめんなさいいつものことです、よいしょ、ほっ、負けない頑張るケイちゃんです、よいしょよいしょよいしょ、ちくしょう、あー誰が解けてー、さあだー、ありがとうございます最後ちゃんと敬語使ったから俺、うん、ちゃんと敬語使ったから、よいしょ、また9ゲージ溜まるまで溜めなきゃな、でまた顔面に連打、よいしょ、あれー、お、そこそこ、なんで当たらないんでしょうかね、俺当てじゃないんかーいツッコミとか満載だな、よいしょ、いいね、危ない、そっそいや、いいよ、バカじゃない、危ない、よし、こっち向いて、そいやそいやそいや、当てろバカチン、そいや、なんでやねん今じゃねえ、危ない、
さあ、ヒャブルウォッチ。いいよ、素晴らしいよ。助けて。のどいてー。いつもの感じが出せないで。おほー、やっとねー。向こう倒してるし、素晴らしい。てか、98が強すぎたんだな。ほっ、よいしょ、くぐってない。こっちも一応点滅まで追い込んだんだよね。結構おお、バスターか。今気づいたわ。今気づいたわ。今のあれで気づいたわ。チャージで気づいたわ。くぐり抜けて、オッケー。ほっ、しゃがまない。ちゃんと当たんないから。そこじゃなくてここじゃなかった。ねっ、よし、いくぞ。それでみさん、ご一緒に。ダメだ、こりゃいただきます。はい、おいしいです。それでこれでも食えてや。ダメか。オーラやった。なんで当たらないの。あばー、おお、よくやった今の。喉痛すぎてたまんねえな。おー、素晴らしい。まだいたか。あ、こいつ忘れてたよ。倒せるかな。怖いな。なんでいきなり俺の方来んのかな。怖いな。ツーン。すいません、すいません、 2,3 倍以上の返しが来たんだけど。ツーンってやったらズーンって来たんだけど。なんだこいつは。さあ、それやってもう大嫌いだマジで。もなんでみんなこんなのと戦えんの、意味わかんない、ほんとに。すみませんでした。怖っ。怖すぎだろ、こいつ。おいしょ、おいしょ、おいしょ、はい。それは、ああ、それね。なるほど。え、それは、うん。怖いな。それは、おわーっと、なんか200使ったー。しかもロードー。おパンティーは白でした。ありがとうございます。おパンティー白、ほら皆さんサービスシーン、おー、いいよ、ありがとう。見られながらだって。おパンティーがっつり見られながらだって。全国配信されちゃってるから、おパンティーが。おパンティー全国配信だから。最低。おーっと、そっちか。うわー、たた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 、おー、サンキュー。だんだ、誰だよ。もう誰かわかんない、仕事早いんだよ。ほいほい、うわー、ほい、誰だ、かけんの、誰だ、貴様か。さらさらへよ、さらへよ、はい、死ぬ死ぬ死ぬ、死んだ、あいつ。またパンツ見ようぜ、みんな。大丈夫、パンツ見るのは無料だから。ありがとう。いた、やばいやばい。うわ、俺かよ、バカじゃないの、お前。俺の方に来るんだったらちゃんとあなたの方に行くよって言わなきゃダメって最初に言ったでしょ、もう。バカ野郎、喉が痛い。しっかりするバカ人、もう立ちなさい。だって、もういつも俺の服は立ってるぜ。よいしょ、まったくもう忙しい実況だな。おいしょー、届かない、届いた、よかった。あー、わーわー、サラートだったからよかった、俺当てちゃわなかった。ほいほい、よいしょ。あっ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 、ほっ。意外とサラが狙われてるな。サンキュー、誰、キワチか。サンキュー、お、たまったぞ。ほら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 、昼め昼め、昼もねー、どこも壊れねー、ちくしょう、ほい、ちくしょう。空中ジャスがなかなかできない。わー、とっとっと、やめてください、アムソリーノーショー。わーわー、ほいほい、ありがとう。なんか知らないけど、ありがとうってなんだろう、なんか言いたくなるよね。おっとっとっと、危ない、仲間を信じてること。え、なにそれ、なにそれ、なにそれ、何、股間を床に擦りつけて、なんか、あ、これなかなか気持ちいいなっていう風に思ってしまった小学生みたいなね、いるいる、あるある。なんかおふざけで寝転がってさ、あの体育体育
倉庫じゃなくてなんだっけ、体育館、そう体育館、そう体育館でね寝そべって遊んでたらなんかやたら股間がなんか床と滑なんかクリンクリンになってなんか気持ちいいなって思い始めたのが僕小学4年生です。ね、寝転がってね、遊んでたんだよね。そしたらなんかあれおちんちん気持ちいいなと思って。小4で気持ちよさが分かったっていうね、うん、早いだろ。で小5くらいで土手に落ちてるエロ本が興味湧いて、これなんだっつって、で友達と見ちゃおうぜ見ちゃおうぜってなんか雨で濡れてたのか知らないけどピリピリ破ってたの、相当めくって、でエロ本見てたよ。今日もちょっとエロ本屋あるか見に行こうぜって土手行ってた。で誰が捨ててんだろうなーということで夜中家抜け出して誰が捨ててんのか見に行ったらさ、隣のおっさんだったっていうね。あの優しくしてくれる犬の散歩してるおっさんだったっていう、うわあの犬のおっさんエロ本買ってるんだーって。いやー面白かったなーってか、ちっちゃい頃に戻りてえな。あん時無邪気だったなーってか、一番モテたかもしれない、なんだかんだ。バレンタインチョコ20個くらいもらってたからね。今はそんなもらえないからね。もらえて6個くらいかな。うそ。うん、6個くらいです。うん。うそ。もう2桁いけないよ。うん。そこまで人間関係続かね。うそ。スウェミさん、ご一緒にいただきます。はい、おいしいです。クールステーキ、ほらやったー、やっと言えたぜ、やっといただきます、綺麗に言えたぜ、よかったー。ちょっと喉今すごい頑張ったー俺、みんな俺頑張って今実況頑張ってるからさ、高評価入れといて俺の頑張りに。よろしく、あおー。待ってこの子ったら、うわーおー、助けてー。つらっ、マジつらい、助けて助けて、ちょ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 、おぉまた俺、ちょ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 、おい。なんだよ、だから俺の方来るんだったら行くよって言わなきゃダメって言ったでしょうに、じゃなきゃ俺当たっちゃうよ、死んじゃうよ、待ってよ、お前俺を殺す気か、まあ殺す気か、ちゃんとごっくんしようぜ今の、おいしょ、今髪の毛食べたじゃん、髪の毛、お前それズラだったんか、お前あれかハゲか。まあ確かにちょっとズラっぽいよな、これな、よくよく見るとズラっぽいな、確かにな、なんか浮いてる感があるもんな。あとこんな綺麗なサラサラな髪ながらもこのツンツン立ってる感じ、この FF 風な感じ、 FF 風に髪の毛サラサラのくせにツンツンな感じ、お前どんなセットしたらそうなるんだよ、教えてくれや、お前 VO5 のスプレー使ってもそれにはならねえぞマジで、美容師が使ってる高いの使わないと無理だそれは。で俺ワックスは四角いさ、緑色のなんか、レゴみたいな感じのハードワックス使ってます。何の宣伝だっつうのバカ野郎。あと VO5 のスプレーで固めてます。あと櫛とアイロンで最初に整えて、痛いな痛いな。おお、ありがとうありがとう。じゃあそろそろぶっかけるか、せいや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 せい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 すいませんでした、せいすいませんでした、激しくくる激しいな、持ってくる、クリトリスくるクリトリス。なんか俺、めっちゃキチガミじゃなってるからさ、俺よくね、インフルエンザ治りかけの喉潰れた感じなのによく俺こんな声出るな、自分でも思うわ、不思議だわ、よいしょ。いやー俺頑張ってるね、実況者魂がすごいんだろうね。自分で言うのもなんだけどね、あらやったでーやったほい。みんな危ないね、痛いね、俺も危ないね、危ないない。危ないないって何、なかなかみんなやばいね、俺攻撃に専念する場合じゃないね、サラが、おお、あとロードに一発かけてあげた、ああ98いい仕事するわ、
見てるよ、ちゃんと。ほい、ほい。おーっとサンキュー、すまない。あー今、ジャスが出たのに、背中のやつが当たってしまって、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょいちょいちょい、誰かつらっ。てか、なんだっけ、新しく買ったこのコントローラー、意外とめっちゃかっこいいんだけど、すべてが、うわコントローラー見てたらいつの間にか、やーんやんってなんだいつの間にか、バーストがなくなっているよ。ふい、あーありがとう、もっとくれ、もっとバーストよこせ。そうだ、誰だ、今のは98だ、ありがとう。あら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 、お姉さん、この子の大きくて長いの食らって死んじゃったね、今ね。ノーロード、これはランク落ちですね。都落ちですね、今回で。今回で都落ちですね。まあ、都落ちって言っても、あれかな、2ランクダウンくらいかな。よいしょ。よいしょ。おっと、サラー、おーっと、サラまでどうした、うおー、危ねー、悪いな、ツンツン、ほっ、よいしょい、ロードが危ない、ロードーどこー、そこにいたけど、はい、もう終わり。あ、これじゃないな、これじゃない、危ない危ない危ない、お前はどこまで飛んでくるんだ、その飛んでくるんじゃなくて走ってくるんだ、危ないな、バカ野郎、お前のそんな太くて軽くて長いものが俺の体の中で どこに入るってんだ、お前はマジで、あ、お前絶対体格っていうものをもうちょい考えて俺でやるだ、まったく、あうわうてか入るわけがないって言ってるのにもかかわらず俺のそこのファーストプレイあう、イムソーリー、こいつマジ HP 多すぎだろ4人がかりでこんだけやってなんで死なねえんだよ。よいしょ、まあ点滅はしてるからあと少しっちゃ少しなのが、まあ半分は切ったってところだな。よいしょ、でこの新しいコントローラーさ、ちょっと思ったけど全部がほんと青色なんで、あの黒い部分が一切ない。まああるとしたらスティックとかタッチパネルとかそういう系なんだけど、なんかね、普通コントローラーって言ったらさ、青色とか色があるやつだから上が色ありで下が黒っていう感じです。二つに分かれてたね。でも今回全部真っ青なんだね。上も下も。あーんなんか綺麗だなーって思った。あとスティックがなんか前のと違ってザラザラなんだね。おーっと、ロードまた太くて硬くて長いものでも食らっちまったか。まあそんなもん食らったら女の子はたまったもんじゃないよね。いてて、いてて、そんな大きいの入らないって、いてて。もはや挑発だよ。ロードダメだね。どうした？サラ、大丈夫か？今かけたる。よし。50いったか。おー、キュハシと一緒に空中コンボかましてたね。いいね、痛いね。おーっと、バースト切れる、あー切れたー、バーストちょうだいアピール、キュハチ、もっともっとかけて、もっとかけてあと一発かけて、キュハチ、キュハチ、ごめん、遅れた。それで皆さん、ご一緒にいただきます。はい、おしりです、フィールス最高です。俺ドカーン、あれ外した、セイヤー、アイディオニア、オッケー、ほいほいほい、まあ強点滅といってもすぐ死なねえからな、こいつの体力的に。じゃちょっと貯めとこう、ロゲージになったら撃つか、まだいくよ、ほいほい、まだ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 、ほい、うわー、マッチ危な、すまない、サンキュー。じゃそろそろ打つか、いきます、うれうれ、いて、まだまだチクショー、このベイルチクショー、痛いな、死んじゃうなこれ
相手じゃなくて俺がで、喉が死ぬ。あー危ねー。今太くて軽くて長いものが俺の方に飛んでくるかと思ったらびっくりだ。俺食べるぞ。この髪の毛ふさふさな。ほう。体力高、マジな。体力高すぎ、ほんとに。高すぎ。グッキーブニーク。いきます。つめみさん、ご一緒にいただきます。はい、おいしいです。キムです、最高です。オーライト。オーケー、ベイベー。オーケー、そこな。はい、決めちゃって。決めちゃって、決めちゃって、決めちゃって。はい、おパンツ。おパンツ。皆さん、おパンツ。ほら。素晴らしいね。いや、素晴らしいね。このガニ股ね。体力51、ボンミス多かったなぁ。そのボンミスで今回、宮古落ちや。1位陥落や。おー、だいぶ死んだな。おー、でも98も死んでたんだ。知らなかった。あと、ランク0と1位、ちょっと頑張って。まあ、とりあえずね、ちょっとランキングを、ちょっと今回考えます。はい。ドンマイだ。さすがにドンマイだ。メモメモ。ウォットイーターランキング。はい。ランク0が98、1位がロード、2位カリン、3位ユキ、4位サスケ、5位ネロ、6位サラ、7位アホ、8位インデックス、9位ヌー、10位リリーってなってます。はい。で、今回、ロードがちょっと都落ちということでですね。まあ、結構ね、床ペロしまくってたんで、あ、なった、なったっつってペロペロ床舐めてたんで、ね、そういうプレイに目覚めてしまったんでしょうね。うん。誠に残念です。何マジな声で言ってんだみたいなね。うん。まあ、というわけで、ロードさんちょっと都落ちです。1位陥落です。まあいいや。ということで、カリンが1位になりますね。1位カリン、2位ユキ、3位ロード。って感じになります。皆さん、よろしくお願いいたします。ロードまた頑張れば上がれますんで、頑張ってください。でね、ユキさんね、よかったらね、1位狙えるから、頑張って。はい、というわけでね。あとね、98もね、結構ね、ランク0ってところがね、居場所むずいと思う。二落ちしたらは、都落ちだから。二落ちしたら都落ちだから。もう確定だから。一落ちは誰にでもミスがあるから、それは仕方ない。うん。二ペロしたら、床を二ペロしたら、落ちます。ランク0は結構、マジな方しか残れないので、そういう感じにしていきましょう。はい。それではね、ここら辺で終わりにしたいと思います。皆さん最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは次回も、ね、いつものやってから行きましょう。今日は調子が悪かった。どんまいだ。行きます。この実況は、ケイト、トゥルモロデンかいそれかいあ、なんだ、なんか、なんでも、なんでもこりゃー